クタクタになってる時どうしたらいいか、顔ダンスをどうするべきか。私もすごい疲れててやる気がしない時もあります。毎日しましょうとか言ってて、まあ、できない時も実はあるんですよね。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はですね、もう体が疲れ切ってもうクタクタっていう時でも顔ダンスをしないといけないのっていうことをちょっとテーマにしたいと思います。女性はね、もう特に私たちの年代はいろいろ忙しい時も気も使うこともあるし大変な時もありますよね。顔ダンスは毎日しましょうと私お伝えしてるんですけども、本当にそこまでやるべきなのか、すごく皆さんご自身の中でこう葛藤があるかもしれないんですね。今日はそのあたりのことについてお伝えしたいと思います。ではもうクタクタになってる時どうしたらいいか、顔ダンスをどうするべきか、思い切って休みましょう。以前の動画で3分半疲れた日の顔ダンスっていうのねアップしてます。3分間だけはねゆったりとできるようにしてるんですけれども、体調が悪い時とか本当の疲労感がある時には顔ダンスよりも寝ることです。美容のことはもうその時点は考えない方がいいです。とにかく早く回復して気力が出てから再開でいいです。じゃあ前のあの動画は何なのと思われたかもしれませんね。あれはですね、軽い疲労でまだちょっと余力がある時にやってください。もうクタクタでもやっていただきたいっていうのは、まあ、実は本音ではあるんですけども、でも自分のことを振り返った時にそんなしんどい時にっていうのがあるんですよね。確かに毎日続けると顔ダンスは効果があります。特に初めての方、初心者さんは毎日した方がいいです。でもある程度ね、筋肉も鍛えられてきて、体のトレーニングしてる人もそうですけども、1日休んだくらいじゃ筋肉下がらないですよね。しっかり鍛えてたらあまり自分を追い込まないでとにかく寝ましょう。私もすごい疲れててやる気がしない時もあります。毎日しましょうとか言ってて、まあ、できない時も実はあるんですよね。1年に何回かは本当にこう体調を崩す一番悪いのがですね、寝ない食べないだそうですよ。例えばどうしても仕事が忙しくて寝る時間がないっていう時はね、しっかり食べましょう。とにかく食べとけばなんとかなるんですって。もちろんちゃんとした栄養のバランスを考えた食事ですよ。どうしても食べれない時ってあるんですね、食欲がなくて。食欲がない時というのはとにかく寝た方がいいんです。食べれなかったらとにかく寝る、どっちかがねあればなんとかなるんですって。人間って寝れなかったらしっかり食べとく、食べれないんだったらしっかり寝ておくね。その両方、寝れない食べれないが一番ダメージがあるということなんですね。顔ダンスをできないぐらい疲れてる時はもうしっかり寝てください。もう顔ダンスをしなくていいですので、体調が回復していくとまたできますからね。あとね、顔ダンスをしてはいけない時はですね、歯列矯正の間です。今は大人になってからね、歯並びを変える方も多いですよね。その期間何年かありますね。その間にですね、顔を動かすとね、口の中が痛めます。顔ダンスの効果が分かってる方はそれでもやってみたくなるんですよね。なんかしないと怖いっていう気持ちがあるかもしれないんですけども、もしするんだったらもう顔の上半分だけです。下まぶたをこう引き上げたり、ウインクしたり、おでこをやったりね、顔の下半分ですね、フェイスラインを動かしたりとか押し合ったりとかね、頬下絞りとかはもうしない方がいいです。というかできません。歯並びは良くなって器具を外して顔のたるみは若干感じると思います。でも心配しないでください。そこからしっかりしっかり表情筋をね、また今まで通り鍛えていけば必ず回復しますので。結構ねすごくショックを受けられるんですよ。歯並びが綺麗になったのに顔が下がったってね。まあそれは仕方がないんですよ。トレーニングするしないに関わらず表情筋をあまりこうした顔の下半分動かせなくなるんですよね。ですのでもうそこは仕方がないことなんです。ある程度はもう顔の下半分はね、少しこう以前よりは下がった感じがすると思うんですけども、大丈夫です。そこからしっかりと鍛えていく、いつものトレーニングですね。上唇と下唇をグッと押し合って、ね、前に出す、引っ込める、でフェイスラインをしっかり整える、これをしたら半年から1年ぐらい、ちょっと時間かかりますけども、またしっかりと顔が上がってきますのでね。歯列矯正してる方はそこは心配しないように、その期間は安静にしておきましょう。その方がいいです。今日は疲れて何もしたくないっていうそのテーマでお話ししてきました。無理しないようにしましょうね。いろんな意味で表情筋を鍛えるということ、毎日ですよって私お伝えしてますけども、しんどいしんどいと思いながら、辛い辛いと思いながらやってたら結局続かないんですよね。トータルで見てちゃんと続けてたらいいってことなんですよ。最初だけバーッとね、もう若返りたい一心でガーッと頑張りすぎちゃって急にパタッとやめるっていうパターンも実はあるんですね、顔ダンスの場合。ですのであんまり気負わないように、もう一生顔ダンスとともにメンテナンスをしていくというね、その気持ちでいたらいいと思うんですよ。本当にクタクタに年何回かは女性ありますよね、しんどい時って。やっぱりね、
いつもいつももちろん元気な方もいらっしゃるでしょうけど、やはりね、人間なので病気をすることもありますし、そういう時はまずはもうしっかり寝る、横になる、布団に入る、それが一番いいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証してわかめに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おけんまむの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おけんままでした。